の続きをやっていきます。行動動作編、恋愛恐怖症。あ、怖いな。まあ使う人多いよね。恋に落ちたり誰かと付き合うことに耐えられないという恐怖症。原因としてはトラウマになるような過去の体験や自分の容姿に対するコンプレックスなど。この症状を持つ人は誰かといい雰囲気になったりすると急に汗をかく、口の中が乾く、吐き気を催す、言葉が出なくなるなどの症状が起こる。だって恋愛恐怖症でとかっていうのはよく言うよね。でも恋愛恐怖症っていうよりも多分自信のなさとかじゃないかなと思うけどね。根本は過去の体験トラウマによるものなのか、生まれつき持った何かに対するものなのか分かんないけど、どっちにしても自信がないっていうことだと俺は思うけどね。嘔吐恐怖症、ゲロね、ゲロ。自分や他人が吐くことに対して脅迫的に恐怖を感じる。パニック障害の一種。症状としては嘔吐の恐怖に直面した時、激しい動悸やめまい、震えが起きる。体調不良で吐き気に襲われても恐怖心のため吐くことを我慢してしまう。外出時など緊張する空間で吐いてしまうのではないかという脅迫観念から外食やゲップができなくなる。睡眠恐怖症。眠ることで自分自身がコントロールできない状態になることへの不安。悪夢を繰り返して見ることへの不安。眠ることが時間の損失と考えて眠ることが嫌になる。だって確かにね、寝てる時間ずっと起きていられたらもっといろんなことできるのになとは思うけどね。道路横断恐怖症。道や交差点を横断すること、もしくは横断歩道そのものに恐怖を感じる。横断歩道がないところを横断するのは危ないからやめといた方がいいと思うけど、横断歩道があっても怖いのか、こういう人は。なんでだろう、やっぱ車が突進してくると思うのかな。失笑恐怖症。笑ってはいけないようなシーンにもかかわらず、おかしくもないのに笑ってしまう症状。あー、だからこれは笑っちゃうんだ。笑えないんじゃなくて、例えば葬式で棺桶の故人にお別れをする場で途端に笑いがこみ上げてくるなど、対人関係に支障をきたすことが多い。これはダメだね。なんで？恵比寿吉和さんもこの病気に悩まされていると。あ、そうなの？だから笑っちゃいけないところで笑っちゃうんだ。これもだから病気なんだね。速度恐怖症。自転車や自転車の運転中に速度を出すことに恐怖を感じる。事故の想像をしてしまうことなどが原因になっている。あ、だからこれは自転車だけってこと。車はいいのかな？車とかもなのかな？要するに速度、まあスピードがつくことで死んじゃうかもしれない、危ない、怖いって思うってことじゃない、要するに。意見恐怖症。自分について意見を言われることを極端に恐れる恐怖症。特に性格など個性、服、仕事、家庭、考え方に対する意見に大きく反応する。発症すると人との会話が憂鬱になり、人とうまくコミュニケーションが取れないためにうつるようになるケースも見られる。意見恐怖症。はぁ、意見恐怖症。会話恐怖症とかじゃないんだね。意見恐怖症。料理恐怖症。料理に対してコンプレックスが強く、料理をするのが難しくなってしまう恐怖症。要するに料理が下手ってこと。でもそれに対して極度に怯えてしまうってことなんだな。ですごい自信の喪失がひどいってことだな、多分。恐怖症っていうぐらいだから。失敗恐怖症。自分がリスクを伴う行動や伴いそうな時に極度に反発、抵抗してしまう症状。成功の可能性が 100% だと判断した行動しか実行できない。自尊心が強く、完璧主義者がこれになることが多い。要するにプライドが高いっていうことだと思うんだけど、でも成功の可能性が 100% なんで、まあなかなかないよね。もう右足を出した後に左足を出しますよぐらいのことじゃないと、成功率 100% なんてなかなか、人間関係とか仕事とか恋愛とか人生の何か選択とかね、 100% の成功なんて分かんないっつか、ありえないよな。無性恐怖症。自分が無性してしまうことへの恐怖症。この恐怖症にかかる人は宗教上の理由などから性行為に対して何らかの嫌悪感を抱いていることが多い。あ、また射精についての知識がない状態で無性を経験することである種のパニックになってしまい、恐怖を感じるケースもある。恐怖なんだこれっていうね。それは分からないでもないけど、こういう人もいるんだな。まあそう、宗教上のっていうのはなんかまあ分からないでもないというか、そういう教えの人もねいるだろうから、それに対してだから恐怖、つまり罪悪感だよな。罪悪感から
から来るっていうことなんだろうね。おなら恐怖症、人前でおならをすると他人に笑われるのではないかという脅迫観念に襲われ、強い以上に恐怖心を持ってしまう。おなら恐怖症は別名ガス恐怖症ともいい、気にしなければいいという単純な答えで片付けることができず、克服方法を見つけられずに悩んでるケースも多いと。まあ誰だって人前でねおならしちゃったらかっこ悪いから、出たらどうしようっていうのは一度や二度は経験してると思うんだけど、恐怖症っていうぐらいだから、もうそれがもう極度にいつもいつも頭にそれが離れないんだろうね。数字編4恐怖症。4は死と音が似てることから不吉な数字として考え、4を見るだけで強く恐怖を感じ、4に対して極端な回避行動が見られる。こういうのはたまにあるよね。そのホテルの部屋番号に4が使われないとかさ。でも日本人だけだよねこれって。だって4が死っていうのは外国とかだったら違う発音になるわけで、8恐怖症だって。8がつく部屋番号が怖かったり、住所の番地に8が入ってる家に住むのを嫌がる。8という形は90度回転させると無限を表す記号になることから、終わりのないループを連想させ、8をじっと見つめているだけでめまいを起こしたりする人もいると。へえ、そんなこと考えたことなかったし意識したこともないけど、そんな風に言われちゃうと8って確かになんかこうじっと見てると気持ち悪い気がしてくるよ。こんなこと言われちゃったら言わないでほしいよこんなこと。13恐怖症だって。13という数字に対して不安を感じる。西洋において最も嫌われる数字13がね、日本においても五行思想において殺気と呼ばれる数字であったために意味嫌われたりする。へー。実際に船や山小屋で13人が集まった際は、顔の絵や藁人形で14人目を追加する習わしが存在する。うわ、この方が俺怖いわえ、なにこれ、この方が怖いんだけど。14人目を追加する、人形とかで。怖、なんかその方が怖い13恐怖症怖いわ。なんかこの14人目を作るとかやめてほしいんだけど。それかもう1人殺すとかね、1人殺して12人にするとか。怖っ、もう俺13恐怖症恐怖症だわ俺。続く、この動画はハイドチャンネルがお送りしました。